ただいまから講演企画、農学系女子最前線を始めます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます。農学生命科学研究科准教授の松田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。企画を始める前に3つお願いがあります。まず1つ目は、Q&A やチャットにおいて無関係の書き込み、他人への誹謗中傷などになる書き込みは行わないでいただきたいということです。これらを守っていただけない場合には強制的に退出いただく場合がございますのでよろしくお願いします。2つ目はこの企画は録画され1月にオンデマンド配信される予定です。参加者の皆様の画像や音声が録画される可能性があり、それらを含めましてオンデマンド配信する可能性がございますのであらかじめご了承ください。3つ目は質疑応答についてです。Zoom の Q&A ボタンを押して書き込みをしてください。企画終了後に回答しますが、開催時間の関係で全てに回答することができない場合があります。それでは男女共同参画推進企画室室長の田野井慶太郎教授による農学系女子最前線の全体説明を始めます。田野井先生、よろしくお願いします。はい。どうも。皆さんこんにちは。田野井と申します。今日はお集まりいただきどうもありがとうございます。早速スライドを共有させていただきました。この企画を、担当している一人でございまして、今日はこの企画皆さんに楽しんでいただければ非常にありがたいなと思っています。でですね、まず私からは、今日の企画の概要の後に、東京大学や農学部の、女性の比率とか、女子の活躍について概要をお話しした後で、あと農学部の、少し紹介をしたいと思います。でその後に講演をしていただくという流れになっております。でですね、この企画はですね、皆様女子中学生や女子高校生、そしてその保護者の皆さんを対象に実施するものです。で講演者はですね、私たち農学部を卒業して現在、社会に出て活躍中のこちらの5、3名の方にお願いしました。この後すぐ、ご講演が始まりますので楽しみにしていてください。加えてですね、3つの講演が終わった後に、本日登場する女性の皆様で、お話し会といいますか、パネルディスカッションという形式にはなるんですけども、話し会をします。で司会も女性の方で、加えてですね、現役のまさに今私たちと一緒に、農学部で学んでいるこちらのお二人にも参加していただいて、合計6名で、いろいろなお話をしていきます。でその中ではぜひ視聴者の皆さんも参加できる企画がありますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして参考になる話がたくさん出てくるんじゃないかなと思います。それではですね、私からここから先は、東京大学全体や、農学部に関する情報です。後日ですね、農学部のホームページにこの資料そのまま置いておこうと思いますので、細かい数字気になる方はぜひ後から入手してください。でですね、現在東京大学はの学生さんですは、およそこれ一番上のバーを見ていただくと分かる通り、20% ぐらいが女性で、残り 80% ぐらいが男性というふうになっています。農学部はもう少し女性が多くて、大体 25% ぐらい、男性が 75%、要するに4人いたら、3人が男の子で1人が女の子というのが今の東京大学の学生の、分布の、概要です。もちろん学部によってこう違いがあるということになっています。でですね、じゃあ教える先生側はどうなのかというと、ちょっと細かいところはさておきまして、全体としては大体、学生と一緒なんですけど、およそ 20% ぐらいが女性で、80% ぐらいが男性というふうになっています。で、この不均等っていうのは、皆さんご承知のとおり、非常に問題が多くてですね、今後東京大学も、どんどん女性の教員の比率を上げていかねばならないということになるかと思います。こちら、将来的にはですね、元女性なら皆様が入学する頃には今よりは少しは増えているんじゃないかなということを期待しているわけはございます。で続いてですね、農学部の宣伝も少しさせていただきたいと思います。今日農学部のこの企画に来ていただいた皆様は農学部について、多少はなんとなく知っているところはあろうかと思いますし、お知り合いでいるかもしれません。農学部とパッと聞くとどんな学問かな
と考えると、まあ、農ということなんで農業や、まあ、ご飯を食べる、作る、まあ、そういったイメージに近いんですけども、まあ、そういったご飯っていうのもですね、大体生物を利用してますよね。ですので、まあ、そういった生物全般を扱いつつ、まあ、人間に役立つように、まあ、どういうふうに役立たせようか、まあ、そんな学問なんじゃないかなと思っています。ただ、これ非常に面白いし、まあ、なんて言っても広い分野で、今、農学部にはですね、まあ、こういったいろいろな専門分野がある中で、およそ100個の研究室があります。まあ、この100個でも足りないぐらいかもしれませんが、もちろん全ての農学を含んでるわけじゃありませんが、まあ、これだけのバリエーションがあります。加えてですね、東京大学農学部にはですね、こう多彩な、付属施設、フィールドがあります。すなわちですね、まあ、本来なら今日はオープンキャンパスなので皆さん、農学部、東京大学農学部に来ていただければよかったんですが、まあ、そういったここで言うとこの一番、ここに当たる場所ですが、まあ、それ以外でも東日本を中心に、まあ、主に森林の、演習林という場所が多いんですけれども、まあ、たくさんのフィールドがあります。今日のセミナーもそうなんですが、まあ、皆様もこう先生から講義でお話を聞いて、まあ、それで、まあ、ある程度分かった、理解できたということがあると思うんですが、ただそれが実際に本当に身につくかどうかというと、やはりですね、私が思うには、こういった付属施設とかに出て行ってですね、で実際に自分で見て、経験して、まあ、場合によっては失敗して、まあ、そういってこう仲間といろいろやるうちに、どんどんこうそれがかけがえのない経験となって、知識としてその人の力になる。まあ、そういった意味では、この農学部には、もちろん農学部の中の実験室、研究室もそうですけども、とにかくそういう施設がたくさんありますので、近い将来皆さん農学部に来られたら、ぜひ活用していただければいいかなと思います。ここから先は専門分野をわーっと見ていきます。詳細はぜひ後で、ホームページからダウンロードしてください。こちらの専門分野はですね、まあ、主に食品や、まあ、バイオテクノロジーを扱う分野です。実は私はこちらの専門分野の卒業生で、まあ、ここで博士号を取ったということになります。続いてですね、こちらのちょっと菊とか桃とかありますが、まあ、こちらの専門分野では、まあ、農作物を主に扱う専門分野となっていまして、で右側はですね、農業の経済、資源経済を扱う分野です。まあ、農業の経済というのは非常に重要な学問分野です。加えてですね、こちらはもっとグローバルになる、グローバルというかまあ広いんですが、森林も農学部のもちろん範疇で、まあ、国土の 70%、80% が森林ですので、まあ、非常に広い分野をカバーしていると。で、こちら水圏というと、まあ、海や湖ですよね。世界の7割が海ですので、まあ、非常にこう、広い分野を含んでいると。まあ、その中でももちろん、水産物というのを扱っているということにはなります。で、こちらの専門分野はですね、まあ、古くはビニールハウス栽培などがイメージつくと思うんですが、まあ、現在では農業の自動化だとか、まあ、スマート農業ですとか、まあ、そういった先端技術を扱うような分野。で、右側はですね、これも非常に重要で、かつ面白い分野で、まあ、木材っていう、こう、すごい大量のバイオマスから、どういうふうに人間にとって有用な物質を作り出すか、ナノファイバーを作り出したり、まあ、ここに書かれている通り、まあ、こういった、こう、建築物とかもですね、もちろん木材を利用してますよね。そういった分野です。で、こちらの左側の分野は、まあ、農業、すべての分野も世界とつながってるんですが、こちらの専門分野では特に、海外、国際的な視点から農業を捉えると。いうことで、まあ、非常に学部生の頃から、まあ、世界が近い、まあ、そういった専門分野になっています。で、右側のこの分野は、皆さんも生物多様性とか自然環境、まあ、そういったことを聞いたことあると思うんですが、まあ、そういったこう、どうしても人間が活動すると追いやられてしまうような生物多様性、まあ、そういったことを専門にしている分野です。はい。こちらの2つで最後なんですが、両方とも動物の絵がたくさん出ていますけれども、まあ、左側はですね、そういった動物を、哺乳類とかを使った、研究で、まあ、バイオテクノロジーなんかを駆使して、まあ、こちらはですね、他の専門分野と一緒で4年間で終わる、分野なんですが、こちらは皆さんも知っていると思いますが、獣医さんになる専門分野です。まあ、獣医さんになるために、こちらでは学部が6年間だということになっています。とまあこうわーっと専門分野を見てきましたが、まあ、こちらの中で男女比どうなってるかというと、まあ、結構ですね、専門分野によって違いがある。もっと言うとですね、これ
都市によっても全然違かったりするんですけども、ただまあ、おおむね、まあ、もともと東京大学2割ぐらいが女性で8割男性という話をしましたが、農学も、まあ、先ほど話しましたね、およそ4分の1が女性、4分の3が男性というぐらいの割合になっています。じゃあ、この後ですね、4年間、東京大学では最初の2年間は教養学部ということで、まあ、みんな一緒に、駒場キャンパスという場所で勉強して、で、残りの2年間で専門分野を選びます。で、そこに農学部に行きます。じゃあ、その後、進路はどうかなというとですね、大体ですね、女性も男性も、ここからは男女差は、てか、もともと男女差はあまりありません。およそ6割の人が、男性も女性もそのまま修士課程に進むことになります。修士課程っていうのはさらに2年間、研究を中心に教育、勉強するということになります。ここだけ違ってきました。はい。すいません。で、さらに、修士2年間が終わった後に、博士課程っていうのは3年間あって、この博士課程を3年間、まあ、場合によって4年間になる人もいますけれども、場合によってはもちろん増えちゃう人もいるかもしれませんが、まあ、そういったところで博士号を取るわけですが、そこには行かずに、修士を終わった後に就職するという人がほとんど、まあ 70% ぐらい、男性も女性も 70% ぐらいで、博士号に進む人は、女性は 10%、男性は 25% というのが直近のデータです。まあ、このあたりはですね、特に男女比っていうのはあまり、差がないというか、あまり意識したことは我々もないところです。じゃあ、まあ、本当に直近、2020年3月というと、ちょうどコロナが始まって大変な中ですね、卒業していった方々の就職先がこのように出ています。まあ、当然農学部です、食料品なんていうのが、行く会社が多いですが、まあ、医療、福祉、製造業、情報、通信、公務員、学術、あと銀行などですね、そしてその他、まあ、こう見ていただけば分かる通りというかですね、もう就職になると、ほぼ、なんですかね、男女比、女性だからこうとかっていうのは、まあ、ほとんどなくて、まあ、皆さん、自分の、行きたいところ、専門を選んで就職しているという状況になろうかと思います。ということで、私からのですね、農学部の紹介はこれぐらいにしましてですね、早速楽しい話を聞きたいと思っております。田上先生、ありがとうございました。では、引き続き、農学部の OB によるご紹介をします。次は、2018年に11号を開始。こんにちは。聞こえるでしょうか。はい。農学部を卒業して、現在は特許庁で働いています。三好翔子と申します。今日は、大学受験から特許庁の入庁まで、どんな進路選択をしてきたのか、また現在の仕事についてお話ししたいと思います。自己紹介をしますと、私は埼玉県出身で、埼玉の公立高校に卒業して、東大の理科2類に入学し、農学部に進学して、食品生化学研究室というところに配属になり、大学院に2年間通いました。そして特許庁に入庁して3年目になります。ではまず、東大の理科2類に入学したことについてお話ししたいと思います。東大を受験しようと思った理由の一つ目は、進学選択制度があったことです。先ほどお話にちらっと出てきたんですけど、東大は2年生の夏に、入学後に学部学科を選択できます。高校生までの知識だと、生物のこの単元はなんとなく楽しいなとか、科学のこの単元はなんとなく苦手だなとか、いうところまでは感覚にあったんですが、この分野について学びたいということがそれほどピンときていなかったので、入学してから学部を決められる進学選択制度に魅力を感じました。理由の2つ目が東大への憧れです。日本の最難関の大学なので入れたらいいなという漠然とした憧れはあって、高校2年生の時に東大の、オープンキャンパスに参加したり、大学の学生団体が主催しているキャンパスツアーというものにも参加して、東大への思いが強まりました。実際に入学して、東大には各分野のトップの先生方がいますし、全国から集まった優秀な学生の皆さんからもたくさんの刺激を受けることができました。また自分の興味と各学部でやっている研究内容を理解してから学部を選択することができたと思っています。
こちらが私が大学1年生の春夏の時に実際に受けていた講義の時間割で、水色が必修の講義で、その他は自分で希望を出して選択した講義です。必修の講義は基本的にはクラス全員が受講するもので、協力して単位を取ろうという雰囲気もあって、数学なんか同じクラスの数学の得意な友達に勉強を見てもらったりしていました。選択した講義としては心理学や微生物の科学などを取っていました。特に微生物の科学は、後に進学することになる農学部、生命科学工学の微生物系の研究室の先生方が、1、2年生向けに講義を行ってくれるものだったので、進学選択をする上での参考にもなりました。進学選択の希望調査が近くなると、各学部が研究内容を説明してくれるのですが、多分同じ説明を入学当初に聞いてもちゃんと理解できなかったと思うので、進学選択制度のある大学に来てよかったなと思ったのを覚えています。次に農学部生命科学工学専修に進学したことについてお話しします。進学した理由はズバリ研究内容の多彩さですね。研究室の数が多くて、研究内容も食品、微生物、植物、土壌など幅広く、そして農学部自体も動物や環境や経済など多様な観点から学ぶことができるので、そのいろんな観点から学べるというところに魅力を感じました。実際に生命科学専修では科学も食品も微生物も何でも学ぶことができました。将来、どんな道を選んでも何が役に立つかってわからないので、幅広く学べたっていうことは良かったなと今思います。これはだいたい3年生の秋冬の時間割ですね。学生実験が火曜日から金曜日の午後にあって、4人1組の班になって実験を進めていくんですが、研究室に配属になる前に、化学実験とか微生物実験の基本的な主義っていうのを一通り学ぶことができました。あとは、例えば生物生養科学という農薬についての講義や、食品性科学という、食品と生活習慣病の関係についての講義や、植物分子生理学という植物の乾燥などに対応する仕組みについての講義だったりを希望して受けていました。この他にもポストハーベスト工学や動物行動学は農学部の、自分の専修以外の他の専修の講義なんですが、これも講義内容が面白そうだったので希望を出して受けました。農学部はこのように専門的かつ多彩。次に大学4年生になって食品生化学研究室というところに配属になりました。大学4年生になるとほとんど講義はなくて、それぞれの研究室で卒業研究を進めていくことになります。そして私はそのまま大学院に進学して2年間研究を続けたので、大学4年生の1年間と大学院の2年間、合計3年間を食品生化学研究室でお世話になりました。食品生化学研究室は簡単に言うと生活習慣病の予防という観点で、脂質、脂肪の代謝に関する基礎研究から有効な食品成分の発見まで行っている研究室です。この研究室を希望したのは、それまで学んできた中で、自分の体で起きていることを知るのは楽しいなと思ったことと、分子レベル、細胞の中でこのタンパク質が働いて、この遺伝子が発現してといった仕組みに興味があったからです。また生活習慣病の予防という観点で基礎研究から有効な食品成分を使った応用的なところまで研究を行っていた点もいいなと思って希望しました。また大学院に進んだ理由の一つ目はもっと研究したいという気持ちが強かったからです。大学4年生の1年間で行った卒業研究は大豆タンパク質の肥満防止効果についての研究で、研究内容自体とても面白かったんですが、先輩が行った研究の一部を引き継いだものだったので、一度自分の手でまとまった成果を出してみたいなと思っていました。また研究職での採用は修士卒以上が一般的ということもあって、大学院に進むことを決めました。時間割というのもあれですけど、大学4年生から大学院終了まではこんな生活を送っていました。研究の進捗報告や論文紹介をするのがゼミ赤くなっているところで、ゼミとは別に、毎週先生と1対1で、1週間の研究結果や今後の方針についてディスカッションをする場が設けられていました。
なので3年間その分野のトップの先生からとても手厚い指導を受けることができました。やはり東大はですね、研究をするための環境としてはとても充実していると思います。で、これまでお話ししたような学生生活を過ごし、特許庁に入庁しました。特許庁は一言で言えば、特許に関する業務を行っている国の行政機関です。省庁のうちの一つになります。ここ数年で話題になった下町ロケットや陸王といったドラマや小説では特許が重要なポイントになっていましたが、特許制度というのは発明者にとってはその発明を権利化して独占的に活用することで研究開発に費やした資金を回収することができますし、出願された発明は公開されるので、他の人はこの公開された特許の発明を見て新しい技術を知ることができるということで、結果として国全体の産業を発達させるという役割があります。私はそこで特許審査官として働いているのですが、その業務は大きく審査と行政に分けることができます。審査では企業などから出された発明が特許になるかどうかを判断します。発明の内容を理解して、過去になされた発明を調査して、それをもとに特許権を付与するのにふさわしい発明かどうか、具体的には発明が新しいものかどうか、簡単に思いつくものではないかなどを判断します。一方、行政では特許制度をより適切に活用できるものにするため、また今、それそんなに活用していない人にも広めるために、施策の企画立案や国際的な協力を行ったり、中小企業や大学等に対する支援も行っています。審査と行政は仕事の進め方が結構違いまして、審査業務は発明の内容が書かれた書類を読み込んで理解したり、過去の発明をデータベースから検索したりするので、どちらかというとたくさんの書類を読んで自分のペースで業務を進めていくのに対し、行政の方では企業だったりとか、そういうユーザーさんとか特許庁の中とも外とも連携して仕事を進めていくというイメージです。基本的にその審査官になると審査も行政もどちらの業務も経験することになるんですが、その割合は一人一人の適性や希望によって異なることになります。私が特許庁を志望した理由は、大学生活を過ごしてみて他の人のいろんな考えに触れて理解するっていうところに面白さを感じていたので、日々最先端の技術に触れられる特許庁の仕事は知的好奇心が刺激されて面白そうだなと思ったことと、あとは審査を担当する分野の技術だったりとか法律といった専門性を身につけて社会に貢献するという働き方に魅力を感じたからです。実際に入ってみて今はどんなことをしているかというと、入庁3年目の今は審査官になるための OJT 期間です。特許庁では入庁してからまず審査官補となり、2から4年程度指導を受けながら審査能力を養って、で審査能力が十分についた段階で1人前の審査官となります。なので現在は出願の一件一件、先輩の審査官からマンツーマンで指導を受けながら審査を行っています。また入庁してから数多くの研修を受ける機会もありました。例えば担当技術に関する学会やセミナーに参加したり、法律や特許制度についても入庁直後の1ヶ月程度と、あと入庁2年目にも2ヶ月程度の必須の研修を受けて、がっつり学ぶことができました。その他、英語の語学研修を受ける機会もありましたし、行政分野での取り組みなどについて、研究者のお話を聞くといったような研修もたくさん設けられています。研修制度がとても充実しているというのは特許庁の特徴の一つかもしれません。入庁してから担当技術も特許制度についても知らなかったことが多くてとても大変なんですが、その日々の審査業務や研修を通じて、新しい技術や知識に触れることができるというのは楽しいですね。また、今は、自分で研究することはないんですけれども、学生時代に自分で研究を行った経験があることで、発明を生み出す苦労というものがわかるので、出願された一つ一つの発明を十分に活かせるような特許権の設定を心がけていきたいというモチベーションにつながっています。今後は、まずは1年前の審査官になって、特許権を設定するという責任のある仕事をして、いずれは行政の方でも、特許に関する施策の確立案などをやってみたいと思っています。また女性の働き方ですが、特許庁は産休育休や時短勤務など、仕事と家庭を両立できる制度も整っていて、
審査でも行政でも活躍している女性の先輩方がたくさんいらっしゃいます。実は、省庁で唯一ホワイト企業ランキングでトップ10入りすることもあるほどなので、私もライフイベントに合わせて働き方を模索していきたいと思っています。最後に、大学受験もそうですし、この後皆さんには進路選択の機会が多くやってくると思います。そんな時には、選択肢を広げるということをぜひ考えてみてください。進学選択制度のある東大を受験するということもそうですし、大学生活はぜひいろいろなことにチャレンジして、経験してみて、自分の楽しいこと、興味のあることや得意なことを探ってほしいと思います。将来、いろんな経験、何が生きてくるかってわかりません。私もまさか今自分が法律をがっつり勉強することになるとは思っていませんでした。東大や農学部には、いろんなことにチャレンジできる環境が整っているので、ぜひ皆さんの選択肢の一つに加えていただければなと思います。今回の講演が皆様の進路選択の参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。三好様、ありがとうございました。先ほど音声が途切れたかもしれませんが、2018年に修士号を取得され、現在特許庁にてご活躍されている三好祥子講師にお話しいただきました。続いて、2015年に博士号を取得し、現在第一三共株式会社にてご活躍されている小林志雄講師です。小林様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。画面共有します。こちらいた大丈夫でしょうかね。小林志雄です。よろしくお願いいたします。で、多分今日一ラフな発表になると思いますので、皆さんも楽にして聞いていただければと思います。幸いにしてこちらから見えませんの茶とか飲みながら聞いてください。で、経歴はどうでもいいんですけど、横浜市の出身ですね。で、第一三共株式会社っていう、薬を作る会社で働いています。で、薬局で買える薬だとロキソニンですとかルルとかいう風邪薬を出している会社ですね。で、趣味も、とても多いんですけど、趣味が多い方は会社員おすすめかもしれませんということは一つ言いたいですね。このボリウッドダンスとかメヘンディとかは会社に入ってから始めた趣味なんですけど、働き始めると自分のお金で自分の好きな趣味ができますので、ちょっと楽しみにしておくといいかなと思います。で、学生時代の研究内容なんですけれども、植物の耐炎性気候の研究というのをしてました。この写真はですね、中国のハルビンの郊外で撮った写真なんですけれども、草原ですね。で、この地面が明らかにところどころ白くなっていると思うんですけども、これは、塩が地表に集まってます。でその塩っていうのを中学と高校のどっちで習うか忘れたんですけど、陰イオンと陽イオンが結びついてできる物質ですね。で、これがめっちゃあると植物は基本的に生えられないので、ここは農業ができないんですけれども、なんか生えてる植物がいると、ちょっと枯れてるじゃんって思われるかもしれないんですけど、枯れてますね。これは秋だったんで枯れてるんですけど、夏は青々としてるらしいんですが、ちょっと夏はチケット代が高くて学生は行けないという残念な事情により、その秋にしか写真が撮れませんでした。で、この植物たちはなぜかこの塩だらけのところで生えてるんですけども、なんでこれが生えられるのかっていうのが私の研究内容でした。で、結局よくわからないまま卒業してますね。多分要因が一つじゃなくて、いろんな耐性気候っていうんですけど、その塩に耐えるためのメカニズムを組み合わせて使ってると思うんですけども、はっきりとは分かりませんでした。で、皆さんが解明するかもしれないので、興味ある方はちょっと考えてみてほしいんですけど、なんで生えられるのか、この塩を根っこから吸わないようにしているのか、それとも吸った後に葉っぱから出しているのかとかね、いろいろな説が考えられると思うんですけど、ちょっと面白いかなと思います。で、私のいた研究室はですね、この漢字の多い、生産環境生物学専攻アジア生物資源環境研究センター環境生物耐性気候研究室というところにいました。で、これが、西東京市にある、付属農場というところにありますね。で、この隣に演習林も隣接していて、機器ができたりして、とてもすごい環境がいいところでした。この水たまりはね、ちょっと工事中にたまたまできたやつなので、もうないと思うんですけれども、環境の良いところに研究室があります。で、今の研究先、勤務先はもうガラッと変わって、品川区ですね。で、大崎駅ってほとんど降りたことないと思うんですけど、その近くですね。
で意外と海が近いのでこの海限定の鳥がいたりあと船虫がいたりしますね。で私の業務内容は研究職で、医薬品の薬の有効成分になるものを探すっていう仕事ですね。あの薬を買ってパッケージ見るとあのロキソプロフェンとかそういうのが書いてあると思うんですけどあれです。でただあれは生涯に一人が一つ見つけられるかどうかっていう世界でほとんどの人は見つけられないまま、定年を迎えますね。でスケジュール例ですがあの7時45分ぐらいに出社したらこういうことをもろもろやり、まあ、実験以外にはメールチェックとか打ち合わせとかがありますね。で大体私は定時過ぎたら帰っていますね。なので趣味をする時間があると。で一応職場環境とかも女性向けということだったので書いてるんですけれども、まあ、女性はまあ少ないですね。5対1くらいなので。で子育て支援にはすごく力を入れていて周りの既婚者のほとんどは男女ともにお子さんがいらっしゃるという印象です。で、これからなんか進路選択に向けたアドバイスみたいな経験談をするんですけれども、あの個人の感想なのでね、あの話半分に聞いていただいて、もうできれば私の話を一生懸命聞くよりあと10人分ぐらい似たような話を聞いていただいた方が参考になるかなと思ってます。個人的には。で私が農学部に行った理由なんですけれども、高校生の頃から環境問題に関心があって、でもう他人類が環境問題に向き合うにはまず人類自身が満たされなければならないみたいなことを考えてたので作物研究をしたか、なんで農学部があるという理由で私は東大を受けました。で農学部の生き物好きなのでね、基本全部楽しかったのでコマは基本的に全部埋めてました。でまあ高校までのやらなきゃいけない勉強っていうのがまあ教養必修科目はあるんですけどほぼなくなって、好きなことを一日中勉強できるように農学部に進学するとなるんですけど、まあそれって基本的に大学生だけだと思いますね。あと老後かもしれないです。でただ他にも大学生活の間にしかできないことっておそらくいろいろあって、なのでまあよく考えて選んでください。あのツイッター上で定期的にね、この 大学生の間は勉強なんかせずに海外で見聞を広めるべきだおじさんと、あの学生の本分は勉強なので勉強に打ち込むべきだおじさんの戦争が勃発するんですけど、あの多分どっちも正解で、彼らはそれぞれにすごくいい大学時代を送って、それが今の仕事に生きてるんですよね。なので、まあ、選択の問題だと思ってるので、まあ、よく考えてね、楽しいと思える方を選んでいただければと思います。で農学部で学んだことは製薬会社で役に立ってるかってことなんですけども、まあ、いくつかの実験手法ですとか知識は役に立っています。でも明らかに作物学とかは役に立ってないですね。ですけど直接は役に立ってないんですけども、なんかこう会社に入って新しいことを学ぶ時の下地みたいなものになってくれてるんじゃないかなと思っています。で植物の研究で博士課程まで行って製薬会社に就職する人がそもそもそんなにたくさんはいなくて、会社でもまだ植物の研究してた人に会ったことないんですけれども、これ先ほど田野先生の発表の中でありましたけれども、まあ、修士からは就職口がいろいろあるんですけれども、博士課程からは、まあ、これあんまり就職って言わないかもしれないんですけども、大学や国立研究開発法人の研究員になる人が多いです。でこういうところに行きたい人が博士に行くケースが多いですね。でなぜかっていうのはのなんですけど、植物の研究をしている民間企業は数えるほどしかないですよね。なので大学に残って植物の研究を続けるか、民間に就職して植物の研究を諦めるかの二択になると言っていいと思います。で私は前者を選びました。あ違う、後者か後者を選びました。でまあ、なんか民間企業での研究職もいいなと思ったきっかけが東日本大震災だったんですけれども、なんか私あの頃立派な追廃だったんですけれども、ツイッター上で東日本、多分皆さんの年齢だとご存知ないと思いますが、東日本大震災の直後ってすごい放射能デマとかが飛び交わってたんですよね、ツイッター上では。でなんかそれに対抗してこう発信を始める科学者の方がたくさんいて、で大学の先生もいましたし民間の研究者もいたんですよね。でそれがかっこいいなと思ったのと、まあ、あとそのツイッターの盛り上がりを見て、あ一般の人たちにもこんなに科学って関係あるものだったんだ、なんか当たり前のことだったんですけど、それを改めて気がついた機会っていうのが私にとってはこの震災でした。で、まあ、民間の就職もいいなと思ったと。
で、ただ民間に就職すると最初から決めてたんでしたら、明らかに就職、修士で卒業して就職した方が選択肢は多かったと思います。ただ私の場合にはたまたまその就活で今の会社で評価してもらえたのが、その研究内容はあまり関係がなくてですね、その博士課程での研究に対する姿勢みたいなものだったみたいです。で、修士の時はちょっと研究のスタイルが違ったので、先輩のテーマを受け継いでやってたところもあって、というのがあったので、その修士で卒業してたら今の会社にはいなかった可能性が高いので、もうこれはどっちがいいとか言えないかもしれないです。あとは学生時代の研究は博士課程が一番楽しかったですね、私は。ようやく自分の研究分野が何なのかが分かってきて、もう新しい仮説っていうんですけども、それが頭にポンポン浮かんでくるみたいな時期が、私は博士課程でした。でも、就活は運かなって私はちょっと思ってます。研究内容が植物だっていうことが理由で製薬会社を落とされたっていうことよりは、やっぱり評価のメインは物事への取り組み方だと思ってますので、学生時代の研究は好きなことを選んでいただけたらいいんじゃないかとちょっと無責任に思ったりしてるんですけれども、ただその物事への取り組み方は、私の場合はその粘り強く取り組む能力みたいなやつだったんですけれども、それをポジティブに評価する人と、そんな効率悪いやつはうちの会社にいらんっていう人が両方世の中にはおそらくいて、どちらの面接官に当たるかが運なんじゃないかと思ってます。でも就活は運要素がすごくあるので、ありのままでいくんじゃない、いくのがいいと思いますっていうのが私のアドバイスですが、合わないところに入っても辛い思いをするかもしれませんしね、っていうことです。で、ただあともう一個、ちょっと綺麗事じゃない話もしようと思ってこれを持ってきたんですけれども、博士に入ったとき私も当然大学に残るというか、大学の先生になるという進路も考えてたんですね。その可能性をゼロと考えている人は、そもそも博士行かずに修士で就職するんですけれども、で、ただこれ10年前の方なんですけれども、これ博士が余っていて、博士の就職やばいよどうするっていう本ですね。で、10年前の本ですけど、今もそんなに状況は変わってないと思います。で、悩んでいたので、実際に研究者をされている方にどうですかねってアドバイスを伺ったら、今アカデミアって大学とか、国立の研究機関のことを言いますけれども、の研究者を目指すということはプロ野球選手を目指すことと似ていますって言われましたね。で、なのでもう能力と努力も必要ですし、運も必要、あと大事なの自信だと思いましたね。私には壊滅的にこれはなかったです。で、おそらくこういうものが必要であろうという厳しい現実がちょっとあるということ、挫折してる人もたくさんいるという現実は一応あるということを言っておこうかなと思いましたが、ただ大人はみんなすごいこんな感じでね、適当なことを言ってくるんですけれども、人生に関しては本当にみんなバラバラの意見を持っていて、みんなバラバラのことを言ってくると思いますね。で、いろんな事情があって、本当に素晴らしかったのでお勧めしたいという人と、自分の人生を無意識に肯定しようとしている人とか、あと経験したことはないけどみんながこう言ってるからこうだと思っている人とか、いろいろ大人も適当なのでね、いますが、なんか文字にしたらすごく冷たくなってしまったんですけども、これなんか自己責任論みたいなことを言いたかったわけではなくて、皆さんの人生は自分のものだよっていうことを言いたかったんですよね。で、アドバイスに従った結果うまくいかなくても、その人はちょっとかわいそうなことしたかなとか思ってくれたらいいぐらいの感じで、基本その人には責任の取りようがないし、取る義務も実はないんですよね。なので、その人の人生はその人のものだし、皆さんの人生は皆さんのものなので、よく考えて選んでいただければなと思います。でも私は追廃なのでツイッターをお勧めするんですけれども、野生の研究者とか野生のなんちゃらみたいな方がツイッターにはたくさんいますので、そういう方を、フォローして見たらいいかなと思います。リプライくれる人もいるし、ただ使い方にはちょっと気をつけていただきたいですね。ツイッターは犯罪に巻き込まれないというのはもちろんなんですけれども、黒歴史を量産しないようにしてください。で、あとイベントって書いてるの、私研究所、国立の研究所の森林総合研究所とか一般公開とかによく行ってたんですけども、そういうところに行くと、リアル研究者に会えますので、そういうところに行ってみるとか、あと科学未来館で免疫不思議未来、今年はちょっとオンライン開催になっちゃいましたけど、とかいうのに行くと製薬会社の研究者もいたりしますね。
っていうのがいろいろありますので、ぜひ、まあ、かっこいいなと思う人をできるだけたくさん見つけていただきたいなと思います。まあ、皆さん若いので、何でも、まだ何でもなれるよっていうのが、まあ、私からのメッセージですね。以上です。ありがとうございました。小林様、ありがとうございました。続いて最後の講演になりますが、2010年に農学部を卒業され、経済産業省にてご活躍されている永山美幸講師です。永山様、よろしくお願いいたします。こんにちは。永山です。よろしくお願いします。画面の共有できていますでしょうか？と聞こえますでしょうか？始めていきたいと思います。はい、現在、経済産業省で働いている永山と申します。よろしくお願いします。まず私もプロフィールから紹介をさせていただこうと思います。私は、石川県の金沢市出身で、県立の泉ヶ丘高校といったところを、出ました。で、東大の理科2類に、受験して、その後、農学部の、森林環境支援科学専修といったところに、進学しました。ここは、さっき田上先生からご紹介があった、一番、フィールドが多いといったところです。で、大学院に、進んだんですけれども、修士1年でですね、ちょっと就職活動を始めたところ、採用が決まったので、経済産業省に、入省しましたといった形になっています。で、それから、約9年間、10年間ですかね、経産省で働いてるんですけども、産業育成だとか、あと、直近では、環境政策とか、そういったところで、仕事に従事しているといった状況になっています。で、現在、家族はですね、夫と子供と、あと、猫がいますと、猫はその辺で今もうろうろしているんですけども、そんな感じの家族構成になっています。多分、社会人経験としては、3人、今回、話をする、卒業生の中で、まあ、一番長いのかなと思うので、ちょっと今日は、社会人の、になってからの話とかもちょっと多いんですけど、できるだけ、皆さんの、時にどういったことを思ってたかなというのを、分かるように話ができたらなと思っています。はい。で、いいですね。はい。高校、大学の時にどういった進路選択を、してたかといったところをお話ししようと思います。で、高校時代はですね、私、環境問題に、関心がありました。で、まあ、風の谷の直しかみたいな、ああいったアニメとかで影響を受けたのもあったと思いますし、あと、まあ、結構、私が、まあ、小学校、中学校、高校の時もですね、温暖化の問題だとか、あと、ま、酸性雨の話だとか、結構、地球環境問題とかですね、公害みたいなところっていうのは、世の中よく言われていたので、ちょっと自分もできることを、なんか作って頑張りたいなと、世の中のために立ちたいなということを思ってました。で、そういうことをこう漠然と思ってたんですけども、一方で、高校生の時もですね、学部や専門、それから文系理系も結構悩んだりとかして、そういったものはなかなか定まらなかったなと思っています。で、高校の時に、まあ、ちょっと進路をどうしようかって考えた時に、学部がなかなかこう、はっきりしないなと言ったところを、先生から、まあ、教養時代にその学部、東大だったら選べるよと、ちょっと大学進学して、もうちょっと考えてから選べるので、君に合ってるんじゃないと言われて、じゃあちょっとまあ、すごい難しい大学だと聞いてるけど頑張ろうかなということで、大学を受験した気がします。で、幸いにも、東大受かりまして、で、東京出てきました。で、もうずっと18年間金沢で過ごしていたので、都会の環境とかですね、同級生っていうのに、まあ最初はすごい圧倒されて、どうしようと、なんかこう、まず自分の一人暮らしを始めるのも、初めての経験だったんで、いろんなわからないことだらけだったんですけど、まあ、徐々にですね、同級生ですとか、サークルの先輩からいろんな話を聞いて、あ、こういうふうにすればいいんだと、いったことを学びながら、学生生活を過ごしていったかなと思います。
で、大学2年の後半にですね、まあ、学部が決まるんですけど、1年生、2年生前半ぐらいに、まあ、どんなことをやりたいかなということをまた改めて考えてですね、で、さっき三好さんの発表にもあったと思うんですけども、大学後半の授業について軽く紹介をしてくれるような講義もあって、そこで農学部のオムニバス講義っていうんですけど、いろんな先生が1回ずつ講義を担当してくださるような、そういった講義があったような記憶があります。で、そこで新任 の学部の先生がどんどん出てくる、そういった講義で、それこそ新任 その、まあ、生物の多様性からですね、まあ、治水っていうんですけど、雨が降って土砂崩れが起きるんだけども、それをどうやって防ぐかみたいな、そういったもの、それから、制度面とか、どうやってその森林の中の経済を成り立たせていくかみたいなことを、いろんなことを話してくれる授業があって、でこういった分野っていいなと思いまして、要はこう一つの、まあ、ターゲットなんだけれども、いろんな側面から見える、検証できるって言ったのはいいなと。で、あと、まあ、その中で、北海道の演習林にも確か行けた機会があったんですけど、フィールドに出てみるっていうのも自分に合ってるんじゃないかなと思って、農学部を選択しました。フィールドっていうのはですね、もともとあまりこう、手先とか器用じゃなくて、こう理系のその、大学、研究室っていうのはいいなと思ったんですけど、ずっとこう、スポイトとかですね、細かい作業をするっていうよりは、もうちょっと外に出てアクティブにやるっていう方が自分に合ってるんじゃないかなと思った気がします。はい。で、研究室ではですね、森林水文学って聞いたことないと思うんですけど、まあ、森の中のですね、水の循環っていうものをテーマに研究をしていました。で、これはですね、自分の研究テーマはどんなものかというと、ざっとですね、まあ、雨水が、まあ、雨降ってきて、それで、森の中で、まあ、葉っぱに当たって、それから幹を伝って、で、土の中に入っていって、で、川に流れていくと。そこまで、実はこう、単に、ずっと同じ成分として、川まで流れていくんじゃなくて、いろんな、生物だったり、化学の、作用を受けて、ちょっとずつ変わりながら、川に流れていきますと。で、どうやって、成分をこう変化していくのかな、っていうのを、いろんな、ツールがあるんですけども、それ、一番まあ、わかりやすいのは、pH とかですね。皆さんも、ご存知かと思いますけども、そういった、ものからですね、大学のラボでしか測れないような安定同位体っていった、そういった、値も調べたりとかして、で、まあ、私のテーマとしては、その生態系の中で、その窒素っていうのが、まあ、ぐる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 回ってるんですけども、それはどうやって回ってて、で、人間活動、いっぱいこう、窒素酸化物とか出しているんですけど、どれぐらい負荷がかかってて、それこう、森はきれいにできてるんだろうかと、そういった負荷を検証したりしていました。で、そんなことを大学3年生の後半から、大学4年生で、してですね、まあちょっともうちょっと研究したいなと思って大学院に進みました。で、大学院に進んで、ただずっと研究者じゃないなという感じがしまして、それこそ自分はこう、高校の時から文系理系迷っていたのもあって、で、いろんな、まあ、物事をこう、いろんな側面からですね、見てみたいなということもあったし、あとずっとこう、環境関係テーマにして、まあ、研究室も選んで研究してたんですけども、まあ、解決していくためには、まあ、社会の、仕組みに働きかけることっていうのも大事だし、まあ、そこは足りてないんじゃないかなといったことがあって、それで経済産業省に、まあ、ちょっとこう、ご縁があって、入ったという形になっています。で、経産省で今、まあ、どういった分野を担当しているのかというものも、ざっとご説明します。で、結構いろんなことを扱っている省になるんですけれども、まあ、大きいところで言えば、経済産業、全体の政策、それからイノベーションどうするかみたいな話、あとは通商とか貿易とかいうですね、グローバルな経済どうやって、まあ、していって、その中で日本のこう企業だったりだとか、どうやって活躍していくかっていう話、それからものづくり、情報サービスといった個別の業界、あとは中小企業の経済どうやって回していくか。だとか、エネルギー環境分野、それから産業にはもちろん事故とかも出てきますので、安全安心なものづくりだったり、製品の活用といったところがあります。
で、自分がこう携わっているところが、一番上と下に書いてあるんですけれども、まあ、これまでですね、実は右上の電気業界担当といったところをスタートして、ぐるっと半時計回りに回るような形で、仕事をしてきたんですが、最初はその業界担当に就きました。それから、グローバル産業誘致ということで、海外の企業を誘致するような、まあ、そういった、仕事をして、次が内閣府に出向してですね、政府経済見通しという、そういったものを作るような部署にいてと。で、その後ですね、産休、育休、子供を一人産んで、で、省内の人材育成、働き方改革みたいな、ちょっとバックオフィスの仕事を1年やった後、海外留学2年行かせてもらいまして、で、ここでようやく、修士号を取ったといった形になっています。で、現在は、エネルギー環境分野で、イノベーション政策といったものを担当しています。これについてはちょっと、詳しく、ご説明できればと思います。今ですね、やっていることが、政府全体の戦略づくりっていうことをやっています。で、ここではですね、実は、ついさ、今年の 1月にですね、戦略作ったんですけど、キーワード、ビヨンドゼロといったもので作ってまして、で、ビヨンドゼロっていうのはですね、まあ、自分たちでこう作ったワードなんですけども、CO2 のゼロエミッション、どんどんこう、CO2 減らしていって、ゼロエミッションにしていく、その先、吸収源とかですね、いろんなものを使って、過去に排出された CO2 も、まあ、回収していくといった、そういうビヨンドゼロを目指していくような、技術開発をしていきましょうということで、名前ちょっとややこしいんですけど、革新的環境イノベーション戦略と名付けて、これは取りまとめて1月に公表しました。で、これは各省いろんなところで技術開発担当していて、それ全部まとめて90ページぐらいの戦略といったことになるんですけども、まあ、作りっぱなしだとですね、それがこう十分に活用されないといったこともあるので、今は各技術がどういうふうに進められていくべきかといったことを議論して、その技術間ですね、それぞれの技術できるだけだと、これまた部分最適になってしまう部分がありますので、エネルギーを作るところから使うところだったりとか、そこで出てくる他の物質がどう他の分野で使われてくるかみたいな、そういったことを議論しています。で、直近はですね、実は、農学部に卒業してから一番農学に近いような話をしてるんですけども、農林水産分野で、先ほどもちょっと話があったかと思うんですけど、農業の IT 化とか自動化、それから木造建築物みたいな話っていうのは、実は CO2 を削減するようなですね、そういったものにも効いてくるんですが、そういったものをどうやって進められるかっていった議論をワーキンググループの中でしてました。あとですね、右下に、写真一つあると思うんですけど、ちょっと先日辞めちゃった安倍元総理とですね、ノーベル化学賞を取られた吉野先生が懇談しています。で、これはですね、実は、この戦略作るときの一つの目玉で、国際共同研究センターをこのビヨンドゼロを成し遂げるために作りました。で、センター長に吉野先生についてもらってですね、これは、吉野先生が着く際に、これから就任しますといったところで、総理にご挨拶いったところで、実は私もこう、カメラには映ってないんですけど、一番奥の方で MM を撮っていたりとかしました。はい。であと、ちょっとだけ中身なんですけども、どういった研究開発かというとですね、ちょっと一個進みますね。この、まあ、エネルギー環境分野って、皆さんこう、電気使ってて、どこから来てるのかってあんまり意識しないのと同じように、コストをきちんと下げていって、で、まあ、目に見えないんだけど、それがこうちゃんと、社会に入っていくようなコストに、していくと。で、皆さん比べられるなって使われていくといったことはしないとですね、社会に入っていかないといった性質があります。で、例えばなんですけれども、この表にあるようなですね、太陽光の場合、ずっと、まあ、価格が最初すごい高かったです。全然、普通の日常生活に入ってくるようなものじゃなかったんですけども、で、こう、オレンジの矢印あると思うんですが、ずっとこう、研究開発を進めてきてですね、値段を下げてきました。で、30円ぐらいに、なってきたところで、爆発的に、まあ、施策、まあ、なんていうか、普及させるようなですね、促進策も、入れて、まあ、お家の屋根だったりとか、あと、メガソーラーっていった広い、面積に、太陽光をこう敷くようなことをして、もっと、値段を下げていったといったことで、今、大体、いい条件のところだと、既存の電力よりも安い価格になっています。
ただ実は日本すごい狭いのでですね、こういった太陽光パネルを敷ける面積も限られています。で、今どういったことをしているかというと、ビルの側面だったり車の屋根、それから曲がるようなものを使っていろんなこう丸い柱だったりとかにもつけられるような太陽光を新たに発明を進めていまして、それでもっといろんなところに太陽光パネルを敷けるようにといったこと、それから例えば壁だったりすると新たにこうつけるわけじゃないので工事費が安く抑えられるといったこともあって、コストを下げられるようなそういった研究開発を進めています。でもっとこういった分野知りたいなと思っている人はですね、ぜひこれも先日うちの部署で頑張って皆さん作って、編集しましたので見てもらいたいんですけれども、ホームページにあります政府広報宇賀なつみと、検索してもらえれば8月23日の放送分で出てくると思うんですけど、この戦略でどんな技術を扱っているかですとか、それから将来、どういうふうな社会がこれで導けるかみたいなことをこう特集しているので、ぜひ見てください。で最後おまけです。高校生活、大学生活、どういった形で自分を過ごしてきたのかなというところで、ちょっと自分も講義とかですね、研究とかちょっと若干忘れてしまっている部分もあるんで、もう本当に、10年20年経ってから思い出すことなんですけれども、高校の時はですね、相当真面目でした。で、もう朝3時4時とかに起きて、勉強してたりとかしてですね、もう日々の小テストとかから期末試験とか相当こう真面目に受けていた記憶があります。で、あんまり情報、その東大に進学する人とかも少なかったんで、情報不足があってすごい不安があって、それでガリ勉だったっていうところもあったかと思います。で、勉強ばっかりしてたっていうところもそこまでなくて、一応高校から文武両道っていうことで、部活もがっつりやって、バドミントン部で、練習させてもらって、で、あと学園祭とかで主役をやったりとかしてね、結構楽しい学生生活をしてたりしました。で、なんとなく学校以外の話で言うと、結構東京にやっぱり憧れとかですね、あと自分どこまでできるんだみたいな、チャレンジしたい思いみたいなのもあったりしました。で、大学の時どんなことを考えてたりしかというと、いろんなことやりたいなということで、本当に勉強、それからサークル活動、ここもバドミントンだったんですけど、そういったもの、合宿から日々の練習から大会出たりとか、いろんなものをやってたりとかして、で、あと、バイト、旅行、旅行も後半中心に海外も何回か行ったりとか、結構楽しかったです。で、やりきったなみたいな思いが、やっぱり今こうあって、それがこう、現在も自分のパワーの原点になっているんじゃないかなと思います。以上になります。ありがとうございました。長山様、ありがとうございました。今から10分間の休憩を挟みますので、11時40分にはお戻りくださるようお願いします。休憩後は講演者に現役女子学生も交えてパネルディスカッションを行います。開催します。司会を農学生命科学研究科斉藤幸恵教授にお願いしたいと思います。斉藤先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。このパネルディスカッションでは中学高校生の皆さんに参考になりそうなお話をパネリストの皆さんとお届けしたいと思います。で、司会は私、斉藤でございます。よろしくお願いいたします。で、少し自己紹介をさせていただきますと、私の専門分野は植物材料科学です。で、食料を生産するとその5倍、10倍といった量の廃棄物が出てきます。例えば稲わらですとか、もみ殻、カカオ豆を覆う果肉などです。で、それらは微生物に分解されて水や二酸化炭素に戻りますが、多くの人々の需要を満たすために大量に食料生産されますと、分解が追いつかずに、環境汚染物質になります。で、そこで農業廃棄物を環境負荷ができるだけ小さい熱や圧力などの物理的な作用を利用してエネルギーやプラスチック原料として資源化しようという研究をしております。で、学生と一緒に進めた研究についてつい2ヶ月ばかり前に特許申請をいたしまして、三好さんのおられる特許庁の審査を今待っているというところです。さて、先ほどの講演者、3名に加えて現在農学部で学生として、日々精進重ねておられます
大下さん、それから高島さん、私の合計6名で、パネルディスカッションを進めていきたいと思います。で、講演者の3名を改めて紹介させていただきます。第一三共株式会社の小林志雄さん、特許庁の三好翔子さん、経済産業省の、永山美幸さんです。とそれでは次にパネルディスカッションから加わっていただきます農学部の学生のお二人に、自己紹介をしていただきたいと思います。まずは、高島彩さん、お願いいたします。聞こえてますでしょうか？はい、大丈夫です。あ、はい、よろしくお願いいたします。私は、農学生命科学研究科応用生命工学専攻の修士1年の高島彩と申します。出身は、もう八王子型、もう中高とか東京で生活していたんですけれども、ちっちゃい頃3年間だけ福井県に住んでおりまして、そこで住んでいたことで、食とか生物とか農業に関して、ちょっと興味を持ったっていうのが、今、農学部にいるきっかけかなというふうに思っております。で、現在、修士1年で研究をしているのですが、私は微生物の機能解析を行っています。で、平たく言うとそんな感じなんですけれども、ちょっと詳しく言うと、環境中から取れた汚染物質を分解するような菌の特に遺伝子決定に着目して研究を行っています。あとは、サークルに関して言うとかなり、中高時代から部活バカみたいな感じで、大学4年間も、管弦楽団に所属して、地方都市などで演奏活動を行ったりもしてました。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして、大下ゆきなさん、自己紹介をお願いいたします。はい、昨年度獣医学課程を6年間卒業しまして、今獣医学専攻の博士課程の1年目をやっております。毎日研究をやる日々を送っております、大下ゆきなと申します。今日はよろしくお願いします。皆さん音声聞こえますでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫そうですね。はい、すいません、失礼しました。そうですね、研究内容としては、皆さんの食卓に並ぶ牛乳とかお肉とかを守るためには、まあ、主に牛ですけども、家畜の繁殖というのが不可欠です。で、その繁殖がどういうメカニズムで起こっているのかとか、その繁殖を支えるためにはどんな技術が必要なのか、そういったことを解明することを目的として研究を行っています。すみません、言い忘れましたが、出身は神奈川県で現在も神奈川県に住んでいます。中学から東京の学校に通って、現在も神奈川県から東大に通学してます。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは早速、パネルディスカッションに入っていきたいと思いますが、今、ご参加いただいている中学生、高校生の方々にも参加していただこうと思います。画面にアンケートが出てきますので、答えてみてください。で、見えますでしょうか、アンケート。はい、こちらです。現在将来の夢がというタイトルになっています。明確に決まっている、漠然とながらなんとなくある、ない。こちらボタンを押してみてください。皆さんなんか早速お答えいただいてますか？あまり深く考えずに、直感で答えてみてください。いかがでしょうか？まだ迷っている方いらっしゃるかもしれないですね。ちょっと回答を待っている間に、パネリストの皆さんにもお話を、軽く伺ってみようかなと思います。高校生の時にですね、自分の職業のイメージをはっきりと持っていらっしゃいましたでしょうか？多分環境問題には興味があったという小林さん、いかがでしょうか？はい、私はそんなにはっきりとは持っていなかったですね。ただ私には身内にアカデミアの研究者と民間の研究者が両方いたので、漠然とそういうものを目指したいなという気持ちはちょっとありました。このご研究者というのはどんな分野の方だった？農学部の方。そうですね、獣医学部と農学部ですね。ああ、そうですか。
そうしましたら結構なんかイメージがこう割とこう湧きやすかったというそういう環境ではある。そうかもしれません、恵まれてました。はい、ありがとうございます。皆さん結構回答いただいてますね。ちょっと見てみますと投票を、それではそろそろ終了いたしますが、終了いたします。明確に決まっているという方が 15% で、漠然ながらなんとなくあるという方が 56% で、なかなかまだ見つけられてない、探し中だよという方が 29% という感じですね。それでは続けてお聞きしてみましょう。三好さんはいかがでしたか。もし漠然とながらなんとなくある方とか、まだはっきり決まってないような方にアドバイスありましたらお願いいたします。そうですね、私も高校生の時は、自分が特許庁に入るということは全くイメージしていませんでした。特許庁の存在を知ったのも確か大学に入ってからでしたね。今現在で決まってない人っていう方の中については、進学選択制度がある東大はおすすめです。また大学に入ると、高校とは比べ物にならないくらいたくさんのことを見たり聞いたり経験する機会があるので、今の時点では全然焦らなくていいと思います。大学生活の中でぜひいろんなことにチャレンジして、自分の興味を見つけていっていただければと思います。はい、ありがとうございます。大学進学の選択制度というのに関して興味ある、学生さん、生徒さん多いんじゃないかと思うんですけど、少し、具体的にお話しいただけますか。進学選択制度ですね。はい、進学選択制度は2年生の夏にどの学部のどの学科に行きたいかっていうのを希望を出して、でそれで、それまでの、講義の点数ですとか、人数調整などを得て自分の行きたい学部学科を選べるという制度です。で私はですね、結構ギリギリまで迷っていて、その理学部の生物科学科とか、あと教養学部とかを迷っていたんですけれども、農学部 の、その多彩な研究内容と、あと、応用的な視点も入れて研究を行っているという点で農学部を選択しました。ありがとうございます。まだまだなんかちょっと決まりきらないときに、こういろいろなことができるというか、いろんな可能性がまだ残っていて、そこで農学部に入ってから選択することができるだろうという視点もあって、多分農学部を選択されてよかったんじゃないかなと思うんですけど、確かにちょっとなんか取り掛かってみたところで、自分が何が一番やりたいかっていうのはまた見えてくるものがあると思いますので、とりあえず分からなくてもやってみるっていう姿勢でいいですよね。それができる、そういう環境がなかなか良かったかなという、農学部の宣伝になっちゃいますけど、はい、ありがとうございます。そしたら学生さんにもお聞きしてみましょう。高島さん、いかがでしょうか。今進路はっきりとなんか決まってますか、自分の中で。そうですね、進路について、今ちょうど就活が始まる時期を控えておりまして、考えているんですけれども、まだなんか明確には決まってないですね。なんか漠然と、ちょっと研究に取り組んでみて、研究されることをちょっとなんか支援できるようなお仕事とか、もうちょっと興味があるなって思って、今ちょっといろいろ悩み中って感じです。今これから決めていこうとされていると思うんですけど、やっぱりじゃあなんか研究に携わる仕事がしたいという。そうですね、はい、ちょっと研究に携わる仕事に結構興味があるかなって感じです。はい、大体それを考え始めたっていうのはもう高校生とか中学生の時にこう
あの将来の夢としてありましたか？中学高校の頃は、私どちらかというとなんか結構世界史とか文系科目の方が好きで、そっちを結構好んで勉強してたんですけど、大学入ってあの農学部の先生方の講義とか、自分でちょっと研究に触れてみて興味を持ったって感じになります。なんかこういう広い、あの、なんていうんですか、バックグラウンドっていうんですか、あの、単に理系のことだけじゃなくて、その歴史であるとか、そう、社会のことであるとか、そういうことにも多分、あの、興味が向いていらっしゃったからこそ、あの、多分農学部っていう選択をしたんじゃないかなと。理系であるんだけれども、なんかその社会のことをよくこう、理解しながら、こう、進めていく。の学問っていう面がありますよね。そうで、あの、そうなんかなと思います。それではですね、結構明確なあの夢が今ないという、思い描いてないという方、あの、農学部おすすめですので、あの、農学部あの多彩なあの学問ありますので、あの経済からと社会学から、それからあの本当にあのテクノロジーですね、バイオテクノロジーからあの森林のこと、環境のこと、それから畜産獣医、それからあのお魚のことですね、漁業のことで、それらを食品として加工すること、たくさんの、要素を持ってますので、あの悩んだ方はあのぜひ農学部へと、あのちょっと宣伝させていただいて、次の質問に移ろうかなと思います。では続きましてですね、続いての質問、お願いいたします。それから、視聴者の皆さんで、パネリストへの質問がある方はですね、 Q&A にぜひ書き込んでください。でこの後、12時少し過ぎるかもしれませんが、質疑応答のコーナーがございますので、そちらで回答しますので、詳しくあの聞けると思いますので、どんどん書き込んでてください。次のトピックスですね。現在の学校は女子校ですか、共学ですかという質問なんですけども、これは結構すぐあの書き込みがしていただけると思うんですけども、もうちょっと待ちましょうか。じゃあ、あと5秒待ちます。5、4、3、2、1、0。はい、締め切らせていただきますと、女子校の方 28%、共学の方 72% ですね。女子校の方も結構あのいらっしゃいますね。3分の1ぐらいいらっしゃいますね。さて、で、あの、女子校、共学、あの、どちらも、いいところというのが、あの、あると思うんですね。それぞれに。で、あの、どんなでしたかというのを、お聞きしてみましょう。三好さん、いかがですか？はい、ああ、私の場合は中学が共学で、高校3年間女子校でした。そうですね、女子校で過ごすと、まあ、力仕事とかも、まあ、男女とか関係なくみんなで女子でやるので、女性も男性と同じように活躍できるという意識は強くなったかもしれません。進路選択の時には、就職の時は女性が働きやすい環境が整っているかどうかっていうのはチェックするようにしました。はい、副局長はその点ではとてもおすすめです。ありがとうございます。それでは、中山さんに教育とおっしゃってたかと思うんですが、お聞きしてよろしいですか？はい、私は共学でしたというか、あの、地元ではほぼ共学しか選択肢がなかったというところもあるんですけど、共学で、まあ、結構あの理系選択したということもあって、まあ、あの男の子の方が多かったかなと思うんですけど、まあ、結構あの自分はサバサバしたあの人間関係っていう方が好きだったのもあって、まあ、その高校、それから大学、あのそれからまあ就職先もそうですけど、あの、まあ、あんまりこう深くその人間付き合い の, あのこう細かいところを気にしなくていいっていうところは、逆に自分としては合ってたかなという気がします。はい、ありがとうございます。
進路選択などでは、どうでしたでしょうかね。大島さん、いかがですか。はい、私は中高女子校だったんですけど、特に周りに女子が多いから進路をどうしたというのは特にないかなと思います。ただやっぱり同級生にもうすでに社会に出て一線で活躍してる女子がいるので、それはすごく刺激になるかなと思います。でも中高6年間女子校だったので、ちょっとは共学行きたかったなって気持ちは正直あります。多分三好さんみたいに半分半分ぐらいがちょうどいいかもしれません。はい、ありがとうございます。それぞれ女子校、共学良さあると思うので、皆さんも学校生活ですね、楽しんでぜひやっていっていただきたいと思います。で、最後にですね、もう一つ質問をしてみたいと思います。ご準備お願いできますでしょうか。アンケートを出していただけますか。はい、ありがとうございます。最後に、大学で農学部在籍もしくは卒業した知り合いや親戚がいますかという質問です。あ、結構いない方が多いようですね。ちょっと5秒ぐらいこれもお待ちします。5、4、3、2、1、0。はい、締め切ります。はい、あ、いらっしゃる方が 20%、どなたもその周りにいらっしゃらない方は 80% ですね。これ皆さんの中でどうですか。先ほどお伺いしたのは時はアカデミアの方が結構割と身の回りにいらっしゃったという方ですが、お話聞きましたが、割と身の回りあまりいなかったという方、いかがですか。パネリストの中で、大島さんいかがですか。私は身近に農学部も研究関連も全くいないですね。その中でこう農学部を探り当てたというのは、やっぱり何でしょうね、自分がやりたいことがその獣医関係の仕事研究だったからっていうことですかね。そうですね、私は小学生の時からなんとなく獣医さんになりたいっていう夢があって、で大学に入ってから一応視野広げていろいろ吸収してみたんですけど、やっぱりこう授業とか受けてて、やっぱり私がやりたいことってこれかなっていうふうに思って、そのまま迷わず獣医に進んだっていう感じだったので、特に身の回りの人から影響を受けたというよりかは、まあ、自分でいろいろ勉強していく中で考えたっていう感じだと思います。獣医をやりたいから、それがあるのが農学部であったという感じで選択をされたんですね。したら、そうですね、私の場合はそうですかね、うん、そうですね。そうしましたら、長山さんいかがですか。私は一人、おじさんが農学部出身だったんですけど、まあ、なんかすごいこう山登りとかが好きなタイプで、私そこまでこうがっつり山岳部とかでもなかったんで、あんまりこう影響を受けてっていう感じはなかったかなと思うんですけど、そうですね、やっぱりこう進学して、まあ、自分のそのこうもともといる、まあ、親戚とか知り合いというよりは、大学の中で、いろんなサークルだとか、授業の中で、まあ、いろんな人に話聞いて、まあ、学部とか決めていったかなという。はい、ありがとうございます。そろそろですね、時間が、来てしまいました。で農学部のアピールをしたところだったのですが、そろそろお開きの時となりましたので、ご参加の皆さんにおかれましては、まあ、このコロナ禍の中ですけれども、有意義で充実した、学校生活を送るヒントになりましたら、幸いと思います。でこの後 Q&A でいただいた質問にお答えしますので、この後もぜひそのままつないだまま、ご覧ください。パネラーの皆さん、それから、
中学生、高校生のご参加の皆さん、楽しい話ができましたことをお礼申し上げます。ご協力どうもありがとうございました。それでは全体司会の松田先生、お渡しいたします。よろしくお願いいたします。斉藤先生、講演者の皆さん、ありがとうございました。それではこれにて農学系女子最前線を終了いたします。長時間のご参加ありがとうございました。なお、この後はいただいた質疑の回答を行いたいと思いますので、ご興味のある方はそのままお残りいただければと思います。それではですね、質疑応答の方に移りたいと思います。皆様、たくさんの Q&A の書き込みをありがとうございました。その中からいくつかピックアップして質疑応答していきたいと思います。最初の質問ですけれども、まず、大学生活の中での勉強について、大学での授業のカリキュラムが忙しそう、授業とバイトやサークル、趣味の領域、実は可能ですか。類似の質問としては、第一志望の専攻研究室に進むには大学受験と同じくらい勉強する必要がありますか。希望の研究ができるか不安ですという、質問をお受けしました。これに関しては、講演者の三好さんと永山さん、あとは元気学生の高島さんにお聞きしたいと思いますが、まず三好さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、三好です。さっき、授業の時間割を説明させていただいたんですけれども、授業が終わった後から眠りにつくまでは自由時間なので、その間でバイトやサークルとの両立は十分可能だと思います。あとですね、1年生の時にきちんと単位を取っていれば、2年生はかなり空きコマが増えてきます。そうすると、私は茶道部だったんですけど、結構空きコマの時に部活に顔を出して、一服して、また講義に出るということもやっていました。で、あともう一つ、一生懸命勉強しないと、その希望の学部学科に入れないかということなんですけれども、月並みのことになっちゃうんですけど、普通にやってれば、自分希望の学科に入れますね。理系だと、もし、医学部に入りたいとかなると、かなり頑張らないといけないんですけれども、その他の学部に関しては、普通に、対策を、テスト対策とかしていれば、全然大丈夫だと思います。ありがとうございます。続いて、永山様、お答えお願いします。はい、私もですね、授業の空きコマとか使って、サークル、それからバイトをしてたなっていう、記憶がありまして、私が行ってた、バドミントンサークルは朝の練習の時間もあったんで、例えば7時半ぐらいに、学校に来て、1時間半とか、羽を打ってから、授業に出て、で、あと、その授業を一通り終わって、夕方にはもう一回、サークルに行ったり、あとはバイトをしたり、あと土日もですね、学生はいろいろ自由に使えますので、好きな時にはバドミントンして、であとは友達と会ったり、いろんなとこ出かけたりとかしてたと思います。大学、それでも一応そのいわゆる進学振り分け、私はそんなに苦労はしなかったんですけども、難しい学部っていったところを目指してた子は、確かに大学入ってからも結構しっかり勉強してたなという印象私はありまして、薬学部とか結構点数が高かった当時はですね、そういった記憶があるので、それは言っても、ずっと勉強してるっていうよりは、バイトとか部活とかしながらっていう、パターンは、ほとんどだったんじゃないかなと思いますけれども、大学入ってそういった情報もあるので、自分がどうやりたいかに、沿って、選択いただければいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では、続いて、高島さんに回答をお願いしてもいいでしょうか。はい、高島です。先ほど、
回答をいただいたパネリストのお二人とも同じになってしまうんですけれども、最初、サークルとか授業バイトの両立に関しては、結論から言うと、忙しくはなりますけど、可能ですっていうところですね。私は、3年生から、午前中授業、午後全部実験みたいな、学科の所属になったので、しかもサークルも週3回とか練習あってかなり忙しかったんですが、朝、早めに学校に7時半とかに来て少し練習をしたりとか、朝とか休日をフル活用して、サークルとかバイトはうまく両立していました。あと、希望の学科に行くための勉強っていう話ですが、農学部に行きたいって考えている方は、普通に大学の授業にちゃんと行って、すぐ聞いてテスト、対策をしっかりしておけば、希望の学科に行けると思います。ありがとうございました。では続いて次の質問に移りたいと思います。高校時代の理科の勉強についてです。東大受験の際、理科2科目は何を選択しましたか？大学に入ってからその科目を選択して良かったこと、逆にこうしておけば良かったっていうことを知りたい。すなわち物理と生物をどちらを選択していましたかということになるかと思います。こちらはですね、小林様と、あと大下さんに回答をお願いできればと思います。小林様、よろしくお願いします。はい。私は生物と地学でしたね、確か。で、大学入ってから地学はおよそ役に立たなかったような気がしますが、かといって物理と化学を取ってた方が良かったと思ったかというとそうでもなくて、あと特に物理は、物理を選択してなかった人用みたいな、なんか講義が大学にあったんですよね。で、それを取れば普通に、基礎的なことは身につけられたので、大丈夫でした。好きなの選んで大丈夫なんじゃないかと私は思います。ありがとうございます。じゃあ大下さんいかがでしょうか。はい、小林さんも私もちょっと変わり者で申し訳ないんですけど、私は物理と生物の選択でした。東大だと任意の組み合わせが可能で、普通は物理化学が多分一番多くて、次に化学生物だと思うんですけど、私は化学が本当にどうしても嫌いでやりたくなくって覚えることも多いので、単純に好きだった生物とコストパフォーマンスの良かった物理っていう2つを選択しました。ただあんまりこの組み合わせだと他の大学特に私大とか受けられる場所がかなり限られるので、あんまり安易な選択はおすすめしないです。ただあと大学に入ってから化学に関してはほとんどの人が取っているので、初級者用クラスっていうのがなくって、なのでもう化学式とかもほとんどよく覚えてないままそれに入らなきゃいけなかったのはちょっとしんどかったです。ただ大学受験の勉強の時は自分なりに楽しんでできたかなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっともうお一方、長山様にお願いしてよろしいでしょうか。はい、長山です。私、物理化学を選択しまして、高校の時にですね、これは結構単純な理由で、先生から、物理化学をこう選択しておいた方が大学 の、 選択肢が広がるよと言われて選択したのと、あと当時のこう認識だと結構生物って暗記が多いみたいなところを思ってた部分あるんですけど、物理割とこう根底にあるような法則だとかそういったものを導き出す授業っていうのが結構多くて、そういったところを自分結構好きだったんで、合うかなと思って物理を選択したような昔の記憶があります。回答ありがとうございます。では次の質問に移りたいと思います。地方の方からの質問がありましたけれども、地方出身でなかなか受験の決意ができない、いつ東大受験を決定しましたかというご質問をいただきました。これについては、金沢出身の永山さんと、あともう一方三好さんに回答をお願いできればと思います。まず永山さんからお願いします。はい、私は大学高校2年の秋ぐらいにですね、最終的には
東大受験頑張ろうかなということを決めた気がします。それまでも、京都とか大阪とか、国公立メインで考えていたんですけども、さっきの進学振り分けっていうか、大学入ってから学部を決められるっていう話があったりだとか、あと、何回かこう、高校の時期には模試とかも受けると思うんですけど、そんな中で、チャレンジできるんだったら、してみたらいいじゃないと、いう話、後から別に変えることもできるんだからと言われて、そうだなと思ってですね。で、しかもその、皆さん、こう、恩師と、言われる先生にも、今も出会ってるかもしれないですし、後ほど出会うかもしれないですけど、いるかと思うんですが、私もその、部活でですね、すごい頼りにしていた先生からそういった言葉をもらったっていうのがあって、決心がついたかなと思います。以上です。ありがとうございます。続いて、三好様、お願いいたします。私が東大受験決めたのは、確か高校2年生の冬でしたね。いわゆる今回の進学校とかと比べると、東大合格者がそれほど多くいる高校ではなかったので、受かる自信も最初から最後までなくて、浪人覚悟で東大受験を決めました。なので、他の大学は一切受験せずに、東大だけ受験しましたね。それで態度を立てたので、覚悟が決まったかなと思います。あとは、その辺は保護者の方の理解も必要だと思うんですが、全然東大入ってみて、女子でも浪人で入ってきた子もいるので、そんなに気にしなくていいかなと、個人的には思います。ありがとうございました。続いて次の質問に移りたいと思います。農学部での数学や物理について、理系を選択した理由やプロセスを知りたいということで、質問者の方は数学とか物理が苦手で不安です。数学や物理が苦手でも学習内容についていけますかという質問をいただきました。これにつきましては、小林様とあと高島さんに回答をお願いしたいんですが、小林様よろしいでしょうか。はい。理系を選択した理由と言われると、私も農学部と決めてたので、ちょっと変わったケースだかと思いますけど、もう理系しか選択肢はなかったですね。で、数学物理が苦手でも大丈夫かっていうことですが、私もめっちゃ苦手なんですけれども、物理は、先ほど言った簡単な方の物理の講義を取れたので、それは、勉強すればなんとかなりました。で、数学は、マジでなんとかならなかったんですけど、私は、数学1っていうのを不可のまま進学してるんですよ、実は。で、トリックがあって、平均点合格っていうシステムが東大にはあって、多分今もあると思うんですけど、その簡単、比較的簡単である物理と、その全然ついていけない数学のテストの平均点が50点を超えていれば進学ができますっていうのがあったので、数学壊滅的でもなんとか進学できたっていう全然参考にならない情報で申し訳ありませんが、そういう感じです、私は。ありがとうございます。では、高島さん、お願いできるでしょうか。ありがとうございます。まず、理系に進んだ理由に関してなんですけれども、私は結構迷って、結構地理とか世界史とか先ほども言ったんですけど好きだったんですごい迷ったんであと数学物理は本当に苦手だったので迷ったっていうところはあったんですけれどもちょっとなんか自分の通ってた高校の風潮としてとりあえずなんかちょっとあんまり東大に進学するような学校ではなかったんですけどその中でちょっと頭一つ抜けてる人はみんな理系に行こうみたいな感じで進められてる高校で、もし高2で理系に進んで合わなかったらなんか高3で分転すればみたいな、ちょっと風潮がある学校だったので、先生の後押しもあって理系に進んだみたいな感じでした。で、数学物理ができなくても大丈夫かっていうところなんですが、確かに、大学入ると、理2に入ると、絶対数学系、物理系の授業はあるんですが、結構周りに、かなり数学、もう入試で110点取って入ってきたみたいな、クラス、友達とかもいたりして、結構助け合いながら、なんとか頑張っていったって感じでやってました。ありがとうございます。ではもう一方、永山さんにもこの質問に関して回答をお願いいたします。
あ、長山です。私も実は数学では苦労したタイプだったんですけど、実は大学受験の時もですね、一問も合格、当たってなかったっていう、まあ、自分で採点して、なんか判断してて、で、ただ、まあ、こう、入学してから開示すると、点数はもう半分ぐらいあったんで、途中点で結構見てもらったのかなと思ってるんですけど、で、大学入ってからもですね、小林さんと同じく、ちょっと数一は最終的に合格できず、なんか追試も受けたんですけど、そんなに勉強しなかったわけじゃないんですけど、結構真面目に復習とかしてもですね、ちょっと難しくて、もう己の限界を感じたといったところだったんですが、確かにこう、助け合いっていうのは非常に大事だっていうところと、あとはまあ、本当にこう、学問の、なんていうかこう、すごい極みをそこで学ぶって言ったところについては、まあ、ついていけなくても結構学ぶところはあったかなというところはあります。で、本当にまあ、深いところなんですね。そこはある種、まあ、自分ができるところまでをしっかりやって、他のも分野とかでカバーするといったのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。まだまだご質問いただいておりまして、すべてに回答したいところなんですけれども、残念ながら終わりのお時間が来てしまいました。これにて、農学系女子最前線を終了させていただきます。質疑応答にまでお付き合いいただき、ありがとうございました。これで終了させていただきます。ご参加ありがとうございました。